衣服とかね、なんか洋服に関して。はい、皆さんこんにちは、リリアです。今日は大家族のお姉ちゃんのお買い物事情について話したいと思います。なんかよく聞かれるんだよね、最近。なんかいろいろさ、いろんなものが、ちょっと参りがちょっとね、いろんなものをどこで買ってるのみたいな、例えばジップロックとか、そういったものをね、どこで買ってるのって結構聞かれるので、参りがちょっと、結構、おいで、おいで、参りちゃん。よいしょー、ほら、ハロー。なんかね、いっぱいコメントとか DM とかでいただいたんですけど、日用品キッチンツールとか、キッチンツールや日用品ですね。ほら、あ、はい、どうぞ。頭。日用品はどこで買ってるの？ね、最近キッチン用品や日用品は、まあ、Amazon とか100均とか、もちろんそういうセリア、ダイソーみたいな、そういうところで買ったりもするんですけど、最近、本当にここ最近は、テムっていう、ショッピングサイトで買ったりしています。ニール手袋とか本当に消費するものって、100円ショップで、もう100円ショップぐらいしか頭になかった。あとは薬、ドラッグストアとか、そういうところでしか買ってなかったんですけど、だけどね、テムが結構いいんだよね。で、なんか、ビニール手袋とかドラッグストアで、あ、今日ないから急ぎで買わなきゃって買ってみたら、結構100万入りだけど、もう500円、600円とかするんですよ。5、600円は絶対。500円以下の商品って結構ないじゃないですか。100円ショップとか行かない限り。近くのさ、薬局とか。ないよね、結構ね。ビニール手袋とか。ね。そうなんだけど、なんかテム知ってから結構他の商品が買えなくなるぐらい安くて、なんかね、製品自体もすごいいいし、あとなんかデザインが、やっぱり日本でこう慣れてるからさ、海外のものってデザインがやっぱりちょっと違ったりとか、可愛いな。他の値段が結構普通だと思ってた。5、600円のものじゃ、50枚入りの手袋5、600円とかが結構普通だと思ってたんだけど、それだと3倍ぐらい買えちゃう値段だなって思って、なんかすごいよね、それって。なんか本当にそんなに安いと素材とかがあんま良くないのかなとか、すごい心配だったんですよ。で、なんか結構いろいろ心配だったんだけど、ちょっと試しに買ってみたの。そしたら全然本当に品質も良くて、で、なんか、まあ、そんな時にね、夫が海外から帰国して、最近帰国したじゃないですか。それでたまたま全然私はテムの話とかしてなかったの。そしたらなんか海外の一緒にお仕事してる人とかとこう日常の会話をしていく中で、なんかテムって知ってるみたいな感じで、最近こっちはこういうのが流行ってるんだよみたいなことを言ってて、夫からなんかそのショッピングサイト知ってるって聞かれて、ちょうど知ってるよみたいな感じで、あ、でも結構一般的に、主流外で多くの人が結構使ってるから、じゃあ買ってみようと思って、そっからはまあ買い始めて、名前はそもそも知ってて、でなんかね、祖母ともこの間喋ってたら、祖母も知ってた、おばあちゃんなのに知ってるんだなと思って、でなんか最近っていうか前からなんですけど、私4人兄弟の一番上で、妹とか弟とか、まあ、妹に限ってはあれ、私の娘より年下なんですよ。だからなんかちっちゃい子供たちがいっぱい集まってて、でおもちゃとかやっぱり取り合いになるじゃないですか。すごい取り合いになるんだよ。だからなんかこうみんながこう集まってて、なんだろう、どっか遊びに、あ、なんかお買い物行ったりすると、同じもの4個これから買わなきゃいけなくなる。そうするとさ、数千円いくじゃん、全然おもちゃ屋さんでさ。そうだから、なんか何、そんでなんか見てたの、おもちゃとか可愛いのないかなって。そしたら200円で買ったものがね、実はあって
て、それ後でこうアップするんですけど、そういうのとかさ200円とかだったらもう4個買っても全然いいじゃん。本当に同じの買わないとすごい気が済まないから、みんなね、なんかだからすごいいいなと思って買ってみました。日本にはなかなかないなっていうデザインのものとか多くてさ、そうで、なんかなんでこんなに安いんだろうと思って、なんか心配じゃん、ちょっとあまり なんか品質も意外といいし、なんだろうって思って、でなんかこうやって調べたんだけど、工場直送のサプライチェーンらしいから、なんか中間業者の余計なマークアップを排除することに成功してて安いんだって。なんか結構使う時って、私なんだろう、なんかこう先入観なのかな、なんかすごい怖くて、いろんなこうサイトを新しく挑戦することって、だからなんかこう原因っていうか、こう理由がこれだったら安心だなって思ってこうやって調べてるんですけど、でなんか購入品は後ほど紹介します。購入品結構ね1万円分だったんですけど、すごい買えていい感じ。なんかねケースとかも数千円のもの、まあ安くてね数千円、まあ何万円もするものも全然あるけど、なんか数千円のもの私はよく買っててすぐボロボロになっちゃうし、でなんか子供いるとこういうさこういうのつけたいし、よく明日来るようにとか Amazon とかでよくねやってるんですけど、今回1500円でぐらいでめっちゃ多機能な、どーん、こんなものが買えました。これ可愛くない？すごい。ん？何？これママのにね、あ、本当だ。IKEA のカードとか、え、何これ？すごくない？すごいね。こっちも普通にあのカードのお財布、カードが3個ポンポンポンとあるんですけど、こんなのも入ってる。こういうのもあってすごいよね。見なくていい。一度見たいかな。カードだけ取っちゃう。そうだね。こういうのは別に平気。いや一応取った方がいい。ねえ、なんでこの人叫んでんの、マジ。あ、これ履きたいの、ママ履かせてあげて、うん。こんな感じで、すごいこことここと星玉のカードがいて、よく行くところにね。すごいでしょこんなのあって。1500円だって何その値段。ちょっとママこれお願い。これやって本当にすごい。で今回ね母がこのいいよこのやつを、このやつ私が勝手に選んで勝手に渡したんだけど、でも結構ね便利でしょ。うん便利ね、えすごいありがたい。ウケる。なんか携帯ケースもちょっと買ってみたくて、で私はちょっとねそんな変えた結構汚くないから意外と、そうだからこうやって買ってみたり、あと後でアップ今ねまだ買ったばかりなんだよ。でも意外と文句はしてる自分のこの iPhone ケースはね。でなんかあと後でアップされるんですけど、子供用の水筒、ステンレスの水筒あって、でステンレスのさ水筒いくらする、ママの3000円とかは絶対する。3000円安くない？それ分かんない、もっとするよね絶対。なんか他のところだとさ3000円からだよ、まあちゃんと。あ、そうだね、ちょっと見てみないといくらで買ってんだろう。そうだからなんかそれぐらい3、4000円、私もなんか欲しいもの4000円ぐらいする水筒があったんですけど、でもなんかデザインそんななんか可愛いのとかいっぱいなくて、種類がで今回1500円で買ってみたの、ベビーの水筒で、ステンレスだし、これから夏でさ氷とかいっぱい入れたいしっていう感じで、テムでなんか自分好み、まあ好みってそれぞれだからあれなんだけど、でも自分好みのが結構見つかって、これからいっぱい使うかなと思って買ってみました。なんか柄とかがさ結構選び放題ってぐらいなんか本当に種類いっぱいあるから、なんか自分好みが見つかるんだよね。だから良かったなと思って結構気に入ってます。なんかここでこれは買うもの、ここでこの買い物は絶対するよみたいな商品とかって一応あるから、例えばなんか私だったら有機豆乳とかも絶対 Amazon とかだし、食品系とか定期便、この重たいの運べないじゃん。あとは100均とかは今すぐ欲しい場合は100均もちろん行くし、例えばもう今日手袋ないから行ってくるとか、そういうのはそんなに履きたい。それどうしたの、履きたくてしょ、はいはいはい、それで
だからなんか店舗で欲しいとか今すぐ欲しい場合とかやっぱりそうやって店舗に行った方がいいし、それぞれ良さがあるよね。でもなんか急ぎじゃないとか1週間かかっても全然いいっていう時、今回ジップロック買ったんですけど、すごい大容量で値段がすごいお手頃で、もうそういう場合は全然なんかテムでいいかなって思って、すごいやばいよね、めっちゃやばいよね、これ好きすぎてでしょ、吐きたい、これ家の中で履いてんのやだよ。やだよ。家の中で靴蒸れるよ大体。ね、最悪なんだけど。そうで、あとなんか私結構妹弟をね預かることあって、大家族の姉なんで、大家族でもないけど、むしろ姉なんで。だからなんかおやつとか作ったりするとき、ジップロックとかそういうなんかパックするなんて言うんだろう、あれお菓子入れみたいなね。やつとか、あと洗濯物をね結構こうして乾燥して、洗濯乾燥してその日のうちに渡しちゃいたいわけですよ。そういう時にもうなんか本当にジップロックがいるから、もうジップロックうるさいんだけど、本当にジップロックって超使うの私。だから大容量でもう質もいいし、なんか別に全然質が悪いとかじゃないから、だからそういう時は手も使ったり、本当にいいよね。私は大家族のお姉ちゃんだし、こういうカップとかね、こういうのを常に用意していて、こういうねジップドッグもほら、こういうのいっぱいね大容量パックでこういう風にしています。かわいい。こんな感じなんですけど、こんな感じですけど、家族の姉のお買い物事情はこんな感じでした。ベビー服とかね、なんか洋服に関してはまた本当に違う動画でお話していけたらなって思うんですけど、なんか日用品とかって皆さんどこで買ってますか？なんか同じく100均で買ってますとか、ここのおやつがおすすめです、テム使ってますとか、どこで買ってるのかすごい知りたいので、ぜひ皆さんコメントいただければ嬉しいです。はい、今日もご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいなって思ってくださった方はチャンネル登録とグッドボタンお願いします。バイバーイ。